じゃあ、早速もうやってっていい？早速ちょっとアンカー取ります。で、僕ね、やりたいのはこういう感じ。ちょっとリスナーさんにイメージついてないと思うけど、ラップ調にしたいんですよ、実は。ラップ調に。こういう感じの歌作りたいの。フリースタイルっていう、なんかフリーのスタイルの歌なんだって。こういう歌。こういうやつ。ね。お前はジョッチ、あっち、こっち、そっち、お前のそっちにでっち、バッチという、そういう、なんか、ああいう流れのやつね。4600年、アリーナの4600番の歌をね、歌詞を書きます。あれ、4000、あったあった。有り余る性欲。じゃあ、まずね、最初、有り余る性欲ね。有り余る性欲っていう、いきなり、有り余る性欲。じゃあ次。次、じゃあ5000です。コメントの5000のやつ。5000、どれこれ。中華行くぞってもみもみしたい。こんなのが選ばれたの？嫁の名前は、いや違う、嫁のな名前はカサンドラエリだって。こんなのつけていいの？嫁の名前はカサンドラエリ。有り余る性欲。嫁の名前はカサンドラエリってなってるよ、今のところ。次。立ち見の A さんの3000。なさすぎる頭髪。俺の名前は性欲ゾンビ。こんなのでいいと思ってんの？本当に。ねえ。なさすぎる頭髪。俺の名前は性欲ゾンビ。っていうのが選ばれました。これもきつくない？これもさ、ダメでしょ、どう見ても。これさ、智則あの世行き。マミコの体はボロボロとかさ、こんなもん使えるわけねえだろ。じゃあ次、立ち見の B。じゃあ一応、記すけど、次、立ち見の B さんに行きます。じゃあ4700にするわ。はい、これもね、使えません。子供2人は、はい、これも無理です。もう一回お願いします。久保田の不倫は永遠に続く。これもいりますかね、これ。ねえ。久保田の不倫は永遠に、永遠に続く。永遠に書いて、永遠って読ませんのかな、これ。これいるの？わかった。まあね、自分、まあしゃあないよ。自分がまいた種だから。じゃあもう一個。じゃあ5000に、5000ポッキリ。5000ポッキリにします。5000ポッキリ。5000、あ、出た出た。千八ちびくり、お前ら確定、いじめられっ子。危なが。相手を挑発、パンダには懲罰、不倫相手を挑発。5センチにならなくてよかったわ。ね。立ち見の C さんの、じゃあ、2700。2700、あと50個。2700でお願いします。あと10、来た来た来た、来ましたね。2700は、これダメでしょ、これ。ね、言論弾圧ブログ削除。ネルの存在消したい勝子。関係ねえじゃん、これ。ね、なんか関係ありました、これ。暗黒の歌のに、言論弾圧ブログ削除。ネルの消したい勝子。これ、マジで関係なくない？勝子とかさ。勝子って誰だよ、大体。2900。安価の2900でお願いいたします。もみしだく嫁の胸。行くぞ、中華にね。これが選ばれました。立ち見の D さん。はい。だから、とも子とともどり何枚だ、こういうのってさ、良くないと思うんですけど、僕。とも子とともどり何枚だってさ、いらなくていいと思うよ、こういうのは。3000、じゃあ3000ポッキリにしよう、3000。夏の空は大体夕立ち。パンダの栗は大体朝立ち。マジでいらないよね、こういうの。なんか、夏の空は大体夕立ちってのはわかるよ、まだ。パンダの栗は大体朝立ちって書かれてる。立ち見の E さんの、立ち見の E はね、結構トライ、少ないから、ね、採用されやすいですよ。2700、2200か、2200ね。何これ。やめてくれ、これ、本当に。
ね。ちょっと待って、何が来たと思う今。2200が、放送手抜き、ネカフェで手こき。俺、こんなの歌いたくないんだけど。ね。放送手抜き、ネカフェで手こきとか言ってさ、俺、みんなの前でこれ歌うのさ、屈辱なんですけど。うん、しかも事実合ってるしさ、嫌なんだよな、俺。じゃあ、2350でお願いします。すげえ！ちょっと待って。これもひどいよ。すげえだぞ、よりによって、2350。すげえ！これ、関係なくない？これ、これ。ねえ、これ。これは、いらなくないですか？立ち見席でも、二つ選ぶわ、じゃあ。1450。うるせえハゲ。うるせえハゲだぜ。今度は。ね。もう歌でもなんだか、ただの悪口。うるせえハゲが選ばれました。すげえ、うるせえハゲ。うん。ラスト。1550でお願いします。先発虐待、嫁交代、新しい女、狙うは身体。使えると思うか、こんなもんが。これちょっと使えなくない？うん。以上です。どんなのか、とりあえずね、一応コピーして集めといたから、皆さんのね、協力のね、作詞は暗黒リスナーで、ちょっと、見ていきます。あり余る性欲、嫁の名前はカサンドラエリ、なさすぎる頭髪、俺の名前は性欲ゾンビ、トモコ、トモノリ、あの世行き、マミコの体はボロボロ、クボタの不倫はトワに続く、不倫相手を挑発、パンダには挑発、不倫相手を挑発、パンダには挑発、これ2個もいらんだろう。言論弾圧、ブログ削除、ネルの存在、消したい勝子、もみじだく胸の嫁、行くぞ中華にね、トモコとトモノリ、何枚だ、夏の風は大体夕立、パンダの栗は大体朝立ち、放送手抜き、寝カフェで手こき、すげえ、うるせえ、ハゲ、先発虐待、嫁交代、新しい女、狙うは身体。ひでえ歌だよな、これ。小室光子に作曲頼めるわけねえだろ、こんな歌をさ。なんでシティハンターのさ、アスファルトタイヤを切りつけながらね、作った小室光子に、この歌をね、作曲してくださいって頼まなきゃいけないんだよ、これ。この曲でいいか、この曲、この作詞で、5割以下だったら変えます、また。5、4、3、2、1、取り始めます。8割が良い。ぴったり割れましたね。80% がいいって書いてある。どれだ ?400。これ何？これもうるせえハゲじゃん。ねえ。なんで同じ文章なの？うるせえハゲ。これもなんと、ね？馬鹿げたことにうるせえハゲ。うるせえハゲっていうのがまたね、選ばれました。これ。次。じゃあ500、もう早くやろう。500です。500でお願いします。こんなの使えるわけねえだろ。あのさ、行き過ぎ、行く、ん、あーっていうのが選ばれたんだけど、これを森喜朗がさ、歌うんだぞ。な。歌い手の立場にも考えて書いてくれよ。何これ。最後に、ね。行き過ぎ、行く、ん、あーっていうのを、作詞にして歌うんだぜ。ラップでも何でもないじゃん、これ。タイトルの曲は決まってなかったね。じゃあタイトルの曲はアリーナで決めまーす。じゃあ7800にしよう。もう近く。ね。暗化して暗記で決める。7800。タイトル、性欲ゾンビ。ストレートすぎるやろ。タイトル1候補、性欲ゾンビ。7900の歌をね。タイトル。アイマスハゲ。あのさ、タイトルでアイマスハゲっていう歌と全く、関係ない。性欲ゾンビ、アイマスハゲ。ただの悪口になってる。じゃあもう一個ね。8000が、カサンドラ。ん？ちょっとあれだ、4750。何これ。ゴロリさん断固指示。こんな作詞と関係ねえじゃん。ゴロリさん断固指示っていうのが選ばれました。どれだ？
おぷのし久保田楽。おぷのし久保田楽。あ、来た来た。3800が、中華へ行こう。関係ねえじゃん。じゃあこれでいいや。よし、5、4、3、2、1、ダン。性欲ゾンビ、31.9%。いいので、これで。そのまんまの歌で。じゃあタイトルね、性欲ゾンビにね、なりました。軽く歌います。軽くね、ラップ調で。タイトル。アリアマル、性欲。嫁の名前はカサンドラ・エレリ。情けなさすぎる頭髪。俺の名前は性欲ゾンビ。トモコ、トモアキ、あの世行き。マミコの体はボロボロ。クボタの不倫はトワに続く。不倫相手を挑発。パンダには懲罰。不倫相手を挑発。パンダには懲罰。言論弾圧ブログ削除。ネルの存在消したいカツコ。揉みしたく嫁の胸。行くぞ、中華にね。トモコとトモノリ何枚だ。夏の空は大体夕立ち。パンダの栗は大体朝立ち。放送手抜き、寝カフェで手こき。すげえ、うるせえ、ハゲ。先発虐待、嫁交代。新しい女、狙うは身体。うるせえ、ハゲ。行く行くすぎ。行く行く、なぁ。練習しなきゃいけませんね。ちょっと、アリーナさん、練習させて。なんか、アリーナでコメント書いて、今みたいな。歌えるのか、わわわ。将来、マロンのクーリをクーリクリ。フルフルトナコメ、お前にラップは無理。和光に帰って、女を抱こう。朝はパンダの母乳をごっくん。僕は出会い中。つえつえ、キュンキュン、トコナメ、わーわー、よろしく。まったんと、再婚したい。お前無理。俺の、好物プリン。もっと大好き、不倫。過ぎたホモ、カサンドラ、月潮は明日に今日も不倫。俺の、ガキはどうのこうの。やっぱり嫁の母乳が最高だぜ。末端大好き。パンダよりマミコの栗が好き。マロン食べたい。お前性欲ゾンビ。ビン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 。おったちまーす。石川に歌わせろ。平井のぶりっ子おじいさん。殺しとこっかな。性欲スプリンクラー。中華へ行くぞ。末端大好き。アイマスのニャン。ゴーシャン死んで。末端の握り手を吸うぜ。パンダの中華、モノにおっぱい行くぞ。杖かわいい、黒かわいい。乗っていきやがったー。久しぶりに門を抱くぞ。胸キュン最高。ロハコ様。ノリガジオワコン。いかん延長忘れた。末端寝をすぎな。マロン食べたい。嫁はせたい。不倫がやめられない。あざとくくるっと回ってにゃん。刺激の子のケツを見ろ。緑は頬も歯よく合いますで歌え。レディーさんを返せ。久保田学ぶ。親父は放射線技師。若い子見たらロックオン。アイマス歌おう、おい、中華行くぞ、ニコ生はやる気じゃない。エリスってマミコと一緒になりたい、ほっぺたはつねって、マロンに中に出すぞ、中絶大好き、悪口しか言えない、モナミラーに感謝しろ、中3にもなって喋らない、なんとか、オプオプしてきた山で殺したい、パンダから逃げて、マンキー2、抜け作ラップ、もみもみ、パエージャ濡れ濡れ、アイマスやるな、先発金属バットでホームラン、リズムに乗って、にゃんにゃんにゃん、ハゲてます。わーわーわー、あ、もう時間がない。じゃあ、わーわー言うとりますがね、お時間です。さよならー。